いです。僕も本人次第から開始しましょう。お願いします。でも今日は見れるかな今日は見れる位置にいるから多分拾えるとは思う。ちょっとだけ動かそうかな。よいしょ。じゃあ開始していきます。はい、お願いします。今日もよろしくお願いします。お願いします。サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。というわけで始まりました。お久しぶりの収録となります。はい、2週間どうでしたか。空いた2週間。空いた2週間、まあまあまあ忙しかったですね。まあまあまあ忙しかったですね。私はね、実はというと、あの先週に仕事中なんですけど、仕事中にぎっくり腰をやっちゃいまして、はい、あ痛い。そう、痛いやつ。大丈夫ですか。いや、もう2週間ドクターストップ食らいました。あ、収入がみたいなね。ですよね。そうだけども、腰を治すことを最優先に、はい、というわけで、あのなんだろうな、もう家にずっとぐたらいるのもなんか嫌だしと思って、うんうんうん、一応今日のお昼かな、ちょっと用事があって沖縄市行ったんですけど、まあ、ついでにお母さんとこも行ってって言ったら、もうなんだろうな、なんか長距離運転が微妙にできないんですよ。あ、まあ、腰も腰が来ると、そう来るとやばいので、はあ、もうやってられんって感じですね本当に。まあ、皆さん腰は大事にしましょう。いや本当ですよね。本当あの車の時も確かに腰めっちゃ大事ですからね。そうそうそう。はい、はい、では、番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ.sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいねということで、早速ツイキャスの方が来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。ヤンポーさん、サッチー、キャンチー、こんばんは。こんばんは。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばんは。こんばんは。沖縄大好きさんも来ております。こんばんは。こんばんは。では、今日収録の、日付が6月23日で、はい、慰霊の日となっておりますので、うん、それにちなんだ曲を今回は選曲いたしました。1曲いきますね。はい、お願いいたします。モンゴル800で姫ゆりの歌です。どうぞ。こんばん、慰霊の日ごっこ場なんだそりゃ。大丈夫。俺は椎間板ヘルニアだよ。わあ。私もなんか椎間板かな、どっかなんかやられてるみたいなこと言ってましたね、ドクターが。でも前にもちょっと軽いヘルニアとは言われてたんで。
ちょっと。はい、コールします。はい。お聞きいただいたのはモンゴル800で姫ゆりの歌でした。というわけで、あのオープニングの方で、あの私が腰ぎっくり腰やっちゃったっていうのから、あのキャスの方でいろいろと来ておりますので紹介したいと思います。ヤンポーさん、俺は椎間板ヘルニアだよって来てますね。痛い。私もあれですけど、なんだっけな、前に軽いヘルニア持ちだから気をつけてねっていうのは言われてたんですけど、さすがにちょっと今回はダメでした。ひふみさんも来ております。こんばん、異例の日ごっくんちょう。ごくんちょう、ヤンキッチさん、サッチーさん、キャンスチー、こんばんにゃー、こんばんにゃー、カープボーイさん、僕の知り合いが首のヘルニア、眠れない位置痛かったのが、サッチーさんのところ、なんかそういえばあれでしたね、なんか紹介したら治ったって言ってたよって言ってますね。魂さんのところで一回見てもらったことがあるんですよ。はい。したらすぐ一発で治ったんですけど、はい、今回ちょっと病院に行った方が手っ取り早いなと思って病院先に行っちゃって、まあ後々あの魂さんにちょっと連絡して見てもらおうかなっていうのは考えてますね。いや本当にあれですもんね、魂さんの施術で治ってる方いっぱいいますから、ね、そう、いっぱいいるんですよ。あの多分皮膚水場の方でもやっちゃったっていうコメントをしたら、はい、魂さんのとこ行きなって言って、はい、私一回行ったことあったんで、あの旦那に言われて行ったんですよ。なのでまたちょっと連絡取ってみようかなと思いますよ。ぜひお願いいたします。では今週のテーマに行きたいと思います。はい。今週のテーマはあなたが残したい文化です。まあ慰霊の日ということもありつつ、ちょっとなんかね、平和っていう文章を入れようかと思ったんですけど、ちょっとありきたりだなと思って文化にしました、あえて。いいですね。で、早速メールの方が来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。ラジオネームナルトラさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あなたが残したい文化、やっぱり地域に限らず伝統的な踊りや、祭りは残していかないとかなと思います。コロナ禍で集まることに制限がかかってしまったことで、何年か祭りや踊りが中止になってしまいましたよね。そのことで伝統が途切れてしまうというのは絶対的に避けないといけないですよねと来ております、うん、確かにそうですね。沖縄市のエイサーもコロナ禍になって4年間ぐらいですか、中止、前頭も中止になってましたし、去年前頭はアリーナでやってましたけど、なんかずれてからやりましたよね。台風とかそういうのがあったと思いますね、はい、確か。まあ、今年はもうすでにエイサーナイトも始まっておりますので、はい、私は見に行きますけど いやー、久々に浴衣姿とかで全頭エイサー楽しみたいもんですけどね。私浴衣絶対着ない。浴衣着たら絶対着崩れするの分かってるので、はい、ジンベエで行きます、どうせだったら。あ、ジンベエもいいですけどね。ジンベエだったらめっちゃ楽じゃないですか、はい、なのでもうジンベエで行こっかなと思ってますね。ありだと思います。はい、では次のメールに行きたいと思います。はい、お願いします。
気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。収録日の今日6月23日は慰霊の日ですね。平和を願う大切な日。そんな僕のテーマは、あなたの残したい文化。全部そうですが、沖縄で例えるなら、内縄口、石岩島、東東名、芸能などたくさん。沖縄湾ヒーローズ。最後に沖縄ヒーローズを入れたのは、沖縄の大切なものをヒーローたちが、教えてくれたからです。あと僕が浮かんだ残したい文化、交流文化。今は違う国の生まれの人たちとの交流が当たり前になってきてますね。生まれも育ちも違うけど、イチャリバ朝礼だからこそ残したい文化ときております、うん、そうですね、確かに今はいろんな、ね、外国籍の方が来てますからね。そうですね、確かにそれは言えてますね、うん、私が残したい、これ文化 に入るかどうかちょっと迷ったんですけど、はい、今来てた沖縄大好きさんも言ってましたが、はい、内縄口は一番大事に残した方がいいんじゃないかなって思うんですよ、うん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 、っていうのも今聞けはするけど喋れないっていう人もいれば、全くもって聞けも喋れもしないっていう方も、まあ、若い方は特にそうだと思うんですけど、はい、私はまあお母さんが結構方言喋ってたので、はい、聞けはするんですけど、喋れるかって言ったら微妙なんですよね、うん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 、たまに何だろうな、旦那の陸海空さんとたわいなる会話の時に、なんか中部のちょっと訛的な感じの方言が出たら、は何言ってるのみたいな顔されたりとかされるので、私も、まあ、南部のこの訛りとか、はい、そういう方言とかがよく未だ分かってないので、でも旦那が言うのが逆にはみたいな感じなの、はい、まあ、それもあるのかなっていうのはありますね、うんうんうん、ツイキャスの方で武蔵さん来ておりますね。サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは、ラジオ収録&生配信お疲れ様ですと来ております。カープボーイさん、でも言葉はちょっと難しいけどね、昔の言葉だけど残せばいいってもんでもないし、今自分たちが使えることも一応内縄口だし、言葉は生き物だし変わるもんであるから、どこを取って残すかっていうのもちょっと難しい気がすると聞いております、うん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 、確かにそうですね、なんかそうですね、内縄口もちょっと変わったり、はい、方言っていう琉球語っていう方言多分あると思うんですけど、私それ聞いたのかな、お母さんから、うんうんうん、お母さんも生まれが宮古だったので、宮古の方言でたまに宮古に帰った時に宮古の方言で親戚とかと話してたら、やっぱり宮古の訛りとかちょっと方言が出たりするんですけど、私はやっぱり本島の生まれも育ちも本島なので、うん、宮古に行ったらもう宮古普通はもうさっぱり分からずっていう感じなんですよね。だからどう残していくかも確かに問題ではありますね。ただ言語残す残さないとかもあるんですけど、逆に、ね、はいはいはい、新しく作る文化っていうのも日本の場合特徴があって、うんうんうん、はいはい、日本の新しい言語を作るのは大体女子高生ですよ。あー、確かに確かに確かに。で、人間って言葉で世界を認識してるので、はいはい、要は女子高生が日本の世界観作ってるんですよ。あー、だから日本の女子高生すごいなって僕は一応ちょっと尊敬の意を込めて思ってますけど、うんうんうん、今あれですよね。でも結構私は高校生の時とかの喋ってたやつっても絶対もう使っ
われてない気がするんですよ。まあまあまあそうですよね、まあ、その瞬間のブームとかだったりしますからね。ですよね。ヤンポーさんが昔は方言を、使ったら水の入ったバケツを持たされて廊下に立たされた。あ、なんか昔なんか方言札っていうのがあったっていうの、何だったかな、授業か何かでありましたね。昔はうちの口を使ったらダメですよみたいな、逆に標準語を使いなさいみたいなのがあったっていう歴史も確かにありましたね。だからうちのおじいちゃんもあれでしたね、認知症入るまでは方言喋らなかったですね。あ、ちゃんと日本語をまず話せるようになりなさいと。はいはいはい。で家ではそういう教育を受けてたので。ああ、なるほど。でうちのおばあちゃんは一切喋れないので、ね、はいはいはい、方言は言えないので、ね、あらららら全く逆だったんですよ。そうなんですよね。だからおじいちゃんがちょっと認知症入った時に少し方言を喋るようになったんで、はいはいはい、ある程度少しは聞けるようにはなったんですけど。ああ、なるほど。ではメールの方に戻りたいと思います。お願いいたします。ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーキャンチーこんばんは。こんばんは。ヤンバル東さんからヤンポーだよ。ありがとうございます。してから残したい文化になるかわからないけど、うちなー口ですかね。僕らが小さい頃は周りに多くのおじおばあたたがいました。しかし現在はうちなー口を話せない方も多くいます。決して、なくしてはならないものだと僕は思います。ちなみに小学校の時に3年から6年まで僕ら集落の生徒、僕も含めだけ方言を使ったために廊下に、水の入ったバケツを持たされ立たされました。仕方のないことだと思います。集落の20人ぐらいのおじおばあたがいましたから、おじおばあたたちから、方言を学んでいました。それでは最後まで放送頑張ってくださいと来ております。まあ、先ほど言ったやつですね。まあまあ、いろいろ昔は歴史としてあったみたいで、なんだろうな、うちのお母さんはまだ、まあ、義務教育をちゃんと受けてないので、うん、とてお父さんは義務教育を受けてはいるけど、そのお父さんからも聞いたかな、多分。もうお父さんも亡くなったんですけど、はい、ちょっと中学校ぐらいかなの時に、なんかそういうのを聞いたような気がする。うん、ツイキャスの方でカープボーイさんが、歌三振やっているのはアシビーナーでいいのかな、遊ぶ人っていう、多分分かったかもしれないけど、私がちょっと解釈できなかったと言われる時代もあったらしい。不良とか、70年代のロック消えたら不良になるみたいなもんだなぁと来ておりますね。で、もう一つ来て、あ、もう一つじゃない、もう一つ来ておりますね。ヤンバルさん、僕より一つ下の世代のような気がするけど、そんなの僕の学校ではなかったな、方言使った、決まったってすればと来ております。まあ、歌三振やってたら確かに、ちょっと方言がわかるんじゃないかな。うん、私も小学校5年生から中学校3年生まで三振してたので、であと幼稚園かなぐらいから、6年生ぐらいまで琉球舞踊もやってたので、すごいですね。なので、あの耳なじみというか、はい、感じで方言はまあ、聞けるんですけど喋れないっていう感じですね。うん、まあまあいろいろ、まあ、伝統文化も確か残していかないといけないやつですね。琉舞もそうだし三線もそうだし、うん、あと思いついたのが、組踊り、うん、も伝統文化に入るので、そうですね、
いろいろと、まあ、残さないといけないものはたくさんあると思うんですけど、沖縄さんのミュージカルですかね。そうですね、確かに。カープボーイさん、僕たち時代までクラスに何人か喋れる人だけど、なぜか漏れなく不良になっていくんだよね。ヤンキーなんだろうか。ヤンキーって確かに独特ななんか喋り方ってありますよね。で、みんな、なぜか方言を喋りたがりますよね。確かに。私ちょっとヤンキーに憧れた時期があって。あ、そうなんですか。そうなんですよ。もうヤンキー一時期憧れてたんだけど、親が厳しくてちょっと断念しました。僕は自分が痛がるのは全然なんともないですけど、人が痛がってるのを見るのが嫌なので。ああ、もう喧嘩とか嫌なんで。はいはいはい、興味なかったですね。ああ、まあ喧嘩とかそんなのは私も興味ないですけど、いざとなったら身を守れるような術は持っとこうとは思ってましたけど、なかなか。でもやっぱりあれですね、この人を任せてやろうみたいなところにはいけなかったんで。ああ、ヤンキーになろうと思ったことなかったですね。旦那が元ヤンなんですよ、実は。といえば、そうなんですか。そう、元ヤンで、結構他校に行って、イチャモをつけて帰ってくるっていうのを当たり前にやってたらしいですよ、中学校。苦さだったんですか。なんか、なんだろうな、なんか旦那は、この、喧嘩をするというよりかは、はい、なんか正義の味方みたいな感じで、なんだろうな、なんかいじめられてる子を見ると、ほっとけないっていう感じだったみたいですね。僕もちょっとそういう気持ちあったんで、はい、いじめられてる子を見ると僕がいじめてるふりをして他のやつを跳ねのける。ああ、ちょっと来いやつって。後ろでいつも閉めて、あいついつもいじめてるぜみたいな感じで思わせといて、俺の獲物に手出すなみたいな。ああ、なんかそんな感じのこと言ってましたよ、旦那も。でやっといて、でも裏ではめちゃくちゃ仲いい。ああ、はいはいはい。カープボーイさんが、陸海空さんも同世代だからな、ビーバップハイスクール全世代だしね、僕たちのことだよって。確かにビーバップハイスクールその当時なんか流行ってたらしいですからね。ちなみに僕残したい文化1個あるんです。何でしょうか。酒飲みの文化で、あれ後輩におごって、いいよいいよ今日は俺らおごってやるよっておごった時に、はい、ありがとうございます、今度お返ししますねって言われたら必ず、はい、いや、いいんだよ。あ、お前たちに後輩できたらそれをやってあげて、うん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 、でその時もまたその子たちに自分に返すんじゃなくてその下にやってあげてっていうのをどんどん繰り返してねっていうのが、はいはいはい、本当にいい文化だなと思って、うんうんうん、僕も散々されたので。ああ、なるほど、はい、だから余裕がある時はそういうことしてあげようっていつも思ってますね。はいはいはい。どうしようかな、そろそろお時間近づいてきておりますか。あと2分半ぐらいですね。ヤンポーさんが、僕は弱い者いじめはせず強い者いじめをする元ヤンキーです。何ですかそれ。何ですかそれ。ひふみさん、ビーバップ全世代は割ったやさって。あ、ひふみさん結構年上だった気がするけどな、多分だった気がするけど。そろそろ、来週のテーマに行きましょうかね。はい、お願いいたします。来週のテーマは好きなうどんの食べ方です。うどんですか。うどんです。というのも、7月2日がうどんの日になってるというのをちょっとネットで調べてあったので、もう今回はちょっとガラッと変えて、皆さんにどんなうどんの食べ方が好きなのかなっていうのをお聞きしようと思ってますよ。いや、僕は陸上の遠征で香川行った時に、はい、食べたうどんが忘れられないので、その話をしようかなと思います。いいですね。本場香川のうどん。はいはいはい、いいですね。なんか私話そうとしたけど、何話そうとしたっけ。忘れてしまった。まあいっか。ビーバップは小学校の時代ですとヤンポーさんが言ってますね。
うん、私ビーボップちっちゃい頃だったような気がする。うん、いつの時代だったかもわかんない。うどんはうどんしかない、うん、うどんはうどんしかない、そりゃそうですよ。どんな食べ方、例えばかけうどんが好きとかいろいろあると思うので、それをお聞きしようと思ってますよ。そろそろお時間でしょうか。はい、あと30秒です。はい、ではまた来週お目にかかりましょう。お相手はサッチーとミキさんのキョンでした。また来週、じゃあね、バイバイ。うどんは口から食べます、それは当たり前ですよ。どんな食べ方か、例えばなんだろうな、かけとか、どんな付け合わせをするかとか、いろいろあるので、そういうのを聞こうと思ってます。お、ナルトラさん、お疲れ様です。ちょうど終わったところですねって。ちょうど終わったところなんですよ。一歩遅かったですね。ちょっと遅かったかな。出たもんを食べるだけです。出たもん、出されたもん食べても。いや、なんかヤンポーさん、なんか食べ方ね。ヤンポーさん、そういえば、言おうと思ってたのを思い出した。25日が誕生日らしくって。おお、おめでとうございます。それを放送中に言おうと思ったのにすっかり忘れてしまったって。スポン飛んでしまった。山内さんと同い年。おお、香川県の人、うどん噛まないで飲むって聞いて試したらなんか癖になったよって来てますね。カープボーイさんが、え、噛まないで飲む？普通にもうずーっていく感じか。なるほど。うどんか。なんかあれですね。なんだっけ。今ちょうど丸亀製麺がフェアしてますね。そうなんですね。そう。丸亀製麺。うちの妹が一時期バイトしました。そうなんですか。はい。埼玉だったかな。柔らかいうどん？ん？どういうこと？硬いうどんとかあるの？逆に。まあでもうどんの話は来週なので。来週です。来週なので今行ってもね、今行っても私すっぽ抜けちゃうよ。そうですよ。皆さんネタを取っときましょう。ちょっと抜けちゃいます。来週までには治るかな、腰。もう今が激痛、薬飲んだからなんとか持ちましたけど。腰の痛みは辛いですね。もう辛い。まさかの2週間とはマジありえない。前は1週間とかだったんですよ。今回は2週間食らったんで。僕は今顔面が痛くて。ああ、副鼻腔炎。痛み止め効く。一歩なんだ。一歩ぎ？飲んで全然痛み取れないんだよね。ああ、私あれ飲んでるけどな、ロキソニンとか。ロキソニンとかボルタレ結構強いですよね。そう、強いんですよ。僕、子供の頃は飲めませんでした。ジマシンが出るので。パンパンに腫れちゃって。はい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 。今、おっかいなってから飲めるんです。